1200万人の全プレイステーションポータブルユーザーに次ぐ2009年7月30日新たなるアーマードコアの歴史がここから始まる。戦場はポータブルへ。あの名作アーマードコア3がプレイステーションポータブルで超進化。敵生物を確認しました。目標の回収を急ぎ。レイブンが追ってきている。なんとか視界が持ちそうにない。何のつもりだ。今通信が入りました。ハッキー、敵を積み荷に近づかせるな。了解。さらには補給車を用意してきました。有効に活用してください。メインシステム先端運動。お互いせいぜい協力すると信用か。あまりしているしか。こちらからの人生の爆弾を設置してください。もう時間がありません。待たせた。扉が封鎖されていきます。急いでください。全アーマードコアファン待望のアドホック通信によるマルチプレイがついに実現。さらにアドホックパーティーで全国のレイブンと繰り広げるオンライン対戦も。人類史上最高のレイブンは誰なのか。アーマードコア3ポータブル7月30日戦闘開始。